皆さん、こんにちは。歌手を引退して40数年経ちますが、若い人でも知っている永遠の歌姫山口百恵さん。精神崩壊した原因や施設入所と言われる現在の姿に涙が止まらない。今日は山口百恵さんのことについて紹介します。まずは山口百恵さんの経歴とプロフィールから紹介します。山口百恵は日本の元歌手、元女優、活動時の所属事務所はホリプロで、レコード会社は CBS ソニーに所属していた。本名、三浦百恵。現役時代にはペンネームの横須賀へで自曲の作詞を行い、芸能界引退後には本名の三浦百恵名義で他の歌手への作詞を行っている。1972年12月、オーディション番組、スター誕生で、牧場由美の回転木馬、王体準優勝520社から指名を受ける。百恵はこの時、発表を聞く前に、私は歌手になれることをはっきり確信していた、という。同番組への応募のきっかけは、同い年の森まさ子がテレビで活躍しているのを見て、自分も森まさ子さんのようになりたい、と思ったことだった。この決戦大会出場時の映像は現存していない。なお、後に、花の中サントリオを組むことになる桜田淳子も、同年に同時、スター誕生で牧場由美の曲、見知らぬ世界を歌って合格していた。1973年4月14日、映画、年頃に出演し、5月21日に同名の曲でアイドル歌手としてもデビュー。森まさ子、桜田淳子と共に、花の中サントリオと呼ばれた。デビューのキャッチコピーは、大きなソニー、大きな新人。1973年5月20日、デビュー曲の発売される前日に、雑賀屋横須賀店の屋上にあるステージで、地元でのお披露目として、年頃を歌う。デビュー曲の年頃は、スタッフの期待以下のセールスに止まったため、第2弾の青い果実ではイメージチェンジを図り、大胆な歌詞を歌わせる路線を取った。それは1974年の「ひと夏の経験」の大ヒットで大きく花咲くこととなった。ひと夏の経験を歌っていた時期のインタビューでは、女の子の一番大切なものって何だと思いますか?と大抵質問されたが、百恵はすべて真心で通していた。歌詞の内容は際どかったが、辺見マリや夏木マリ、あるいは1970年代に復活したヤマモトリンダなどのセクシー路線の歌手と違い、百恵は年齢が低くビジュアル面では純朴な少女というイメージだった。歌とビジュアルのギャップ、それに伴うある種の背徳感が、百恵の人気を独特なものにしていったと言われる。これは百恵の芸能人としての資質によるだけではなく、所属事務所やレコード会社による周到な自戦略の賜物でもあった CBS ソニーのプロデューサー坂井雅俊は、青い果実をリリースする際、作詞家の千家和也に対してより過激な表現を求めつつ、中学生にこんな歌詞を歌わせていいのかと自問したものの、ストレートに表現することも一つの生き方だと思い直したという。その後、千家徳良コンビが作った楽曲は45曲に及ぶ。小西良太郎は、大人たちに言わせれば、痛い気な中学生が、口にするだけでもドキドキしそうな歌を歌う、けしからん。もってのほかだが、小踊り中すぐったい、アマチマリやアグネスちゃんなの、そぞろ恋を恋する季節の歌が、年相応に明るくて、健康的で、微笑ましかった。ところが、そんな優等生型ニコニコポーズに飽きが来たところで、見回したら、百恵の青いセクシーさが急に説得力を持ってきたなどと評した。同曲が大ヒットした1974年には、文芸作品の名作伊豆の踊り子に主演し、演技でも評価を得る。この映画で共演した相手役の三浦友和とはグリコプリッツの CM で、この年の夏に共演祭であった伊豆の踊り子は一般公募で相手役を募集したが、このグリコ CM を見た伊豆の踊り子の監督西川克実が最終選考の中に三浦の書類を入れたと言われている。三浦とはその後もテレビドラマや CM でも共演して、共に絶大な人気を博し、二人はゴールデンコンビと呼ばれた。
山口百恵さんに病気というただならぬワードがあります。それは2023年6月のヤフー知恵袋で、山口百恵さんが癌で闘病しているって本当ですか？という問いかけがありました。それに対して事実無根などの回答もありますが、東京都国立の住民と名乗る人が肝臓癌でステージ3だとの回答をしています。衝撃的な回答ですが、本当なのでしょうか？この回答から YouTube ではまことしやかにそのことをアップしているのです。また夫の三浦友和さんが自身の出演した作品の打ち上げや飲み会に参加しなくなり、そそくさと帰るのだと、妻の山口百恵さんのことを思っての行動なのだろうと言っているのです。また他にも山口百恵というワードとがんというワードが一文にタイトルになっている記事があるのです。記事をちゃんと読まない限り山口百恵がんとなってしまいます。私は三浦友和さんが飲み会への参加が減ってきているのも、もう年ということもあるでしょうし、まだまだ感染症が広がっていることへの対策と思えます。それに女性週刊誌には長男雄太郎さんのお子さんとの記事が載っていたりしますし、闘病中というのはデマなのでしょう。それにしても無神経ないい加減な回答をする人がいるもんです。現在は長く続けてきたキルトの作家として活躍していますね。展覧会を一度見に行ったことがありますが、色使いがとても綺麗でした。山口百恵さんは芸能界を引退し1980年に結婚しました。そして1984年に長男の雄太郎さんを出産しています。優しい顔立ちが百恵さんによく似ていますね。雄太郎さんが誕生しても山口百恵さんの周りにはパパラッチがいつもどこでも構えていて、山口百恵さんは気が気でなかったでしょう。もう有名な話ですが、雄太郎さんの入園式の時に殺到したカメラマンを山口百恵さんが平手打ち、そして三浦友和さんがカメラを奪うという事件がありました。山口百恵さんにしたらもう我慢の限界だったのでしょう。小中学の時にはサッカーをしていましたが、やはり歌は上手かったようで、合唱部にも所属しボーイソプラノで活躍。その後成城学園高校、成城大学の法学部へと進んで水球やライフセービングをやっていました。しかし音楽活動にも余念がなく、2004年には親のことを伏せてユーとしてピーキーサルトというバンドでデビュー。でも当時のやり手の芸能レポーターに2人の息子だということをすっぱ抜かれて、他の事情もあり音楽活動を休止します。大学を卒業した後どうするのか、メディアもその動向を嗅ぎつけようとするのですが、なかなかつかめず、雄太郎さんは音楽でやっていこうと決めていたけれど、ずっと誰にも言わずにいました。そのうちメディアの方も大手の金融会社に就職が決定などとニュースを流します。私は当時このニュースを信じていて、百恵ちゃんの子供だからか堅実だなと思っていました。その後数々の舞台などにソロとして出演するようになり、2017年、山口百恵さんの現役時代のヒット曲のカバーアルバム I'm Home をリリース。そして2020年、声優の牧野由依さんと結婚します。2022年には女児が誕生しています。山口百恵さんはおばあちゃんになったのですね。山口百恵さんは1980年10月に武道館でファイナルコンサートを開催し、最後の曲さよならの向こう側を歌い終えると、ステージの中央にマイクを置いて静かに立ち去りました。このアクションは振付師のアイデアで伝説にもなり、いろんなところで真似もされていますね。引退理由は生い立ちが母子家庭で貧困だったこともあり、幸せな結婚をして家庭を守るという強い意志もあったでしょう。そして所属事務所との方向性の違いも言われていますね。山口百恵さんはホリプロから当時部長だった小田慎吾さんと一緒に独立するつもりでいました。しかしそれは困るとホリプロ側も部長を説得し、独立話を阻止されるのです。
山口百恵さんの活躍で、1978年紅白歌合戦で赤組のトリを務めた時、ホリプロは自社ビルを建てたのです。もちろん他にも人気タレントや歌手もたくさんいましたが、山口百恵さんの功績は随分大きいでしょうね。もし独立に成功していたら、三浦友和さんとの結婚もなかったかもという人もいます。その時に山口百恵さんは若干21歳、しっかりしています。山口百恵さんは1987年頃から独学でキルト制作を始められました。その後キルト作家の鷲沢玲子さんの教室に通い、時に先生をしてみませんかと言われますが、自分には向かないと断りし、あくまでも制作者としてキルト制作を行ってきました。長く続けられる要因は、百恵さんが物静かでおっとりした性格がキルト制作に向いているという。毎日コツコツ進められ、最後までしっかり仕上げることが大切と先生の鷲沢玲子さんは語っています。芸能界を引退し、2019年7月26日キルト作品集時間の花束バンケットドゥテンプスを日本防具社から発表しました。この本は子供や家族、友人に送った心のこもった作品やエピソード、愛する家族と共に過ごした時間をキルト作品で綴った物語です。また山口百恵さんのキルト作品は東京国際キルトフェスティバルなどの展示会で出品されています。2023年3月27日には東京中野区クラフティングアートギャラリーで行われた鷲沢玲子さんのキルトフェスタ2023にも出展されました。山口百恵さんの現在について見てきましたが、いかがだったでしょうか。昭和の伝説のアイドル歌手だったので、引退後もずっと注目され続けています。現在はキルト作家として活動されている山口百恵さんに今後も注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。